さて、霊夢。今日は第一章、天皇についてだぜ。とうとう条文に入っていくのね。その通りだぜ。だが、9条の次に炎上しそうな内容なので、うぷ主はビビっているぜ。へたれですわ。まあ、そこまで揉めるような内容ではないと思うぜ。じゃあ本題に入っていくぜ。紫、第一条を読み上げてくれ。天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。あれ、身分ってなくなったんじゃなかったっけ？天皇は例外と言えると思うぜ。まず、この条文の後半に国民に主権があることが書かれているぜ。その主権者の総意によって天皇という地位が。どうしたの、マリサ。認められた、定められたぜ。言葉のチョイスが難しいぜ。天皇は日本にとってとても大切、重要な存在だぜ。さらにとても長い歴史があるぜ。その天皇を国民が認めるとか定めるというと違和感がある気がするぜ。ふん、条文の通り、天皇の地位は国民の総意に基づくでいいんじゃない？そうだな。次行くぜ、次。皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範は、手持ちの六法では憲法の次に載っているぜ。つまり、皇室典範は憲法ではないぜ。へぇ、皇室典範が憲法ではないとどうなるの？改正手続きが憲法と異なるぜ。皇室典範は民法などの法律と同じ方法で改正するぜ。改正手続きの比較は別の日にするぜ。次は第三条ね。そうだけど読み上げる必要はないぜ。三条、四条、六条、七条についてはまとめて説明するぜ。なんで？これらの条文には、天皇は何ができるのか、何ができないかが書かれているからだぜ。例として、ゆかり六条を読んでくれ。天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する。天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長官裁判官を任命する。まあこんな感じだぜ。基本的には天皇が国に関する行為をする場合は誰かの許可がいると思っておけばいいぜ。詳しく知りたい人は7条を見てください。天皇には自由はないのね。まあそうなるぜ。ちなみに選挙権もないからな。王から国民に主権が移ったことからも当然だな。日本の憲法だけどフランス革命とか、憲法の成立過程を知っていると深く理解できると思うぜ。勉強することが多いわね。本気で勉強しようとすれば、相当気合を入れないとできないぜ。まあ、霊夢にはある程度理解してほしいだけだからかなり端折って説明しているぜ。興味が出れば憲法の本でも読めばいいぜ。考えとくわ。ここからは少し話が逸れるが、霊夢は天皇には自由がないって言ったな。選挙権もないなら国民よりできないことが多いことになるわよね。そこで、天皇も日本国民なのだからこのような扱いは不当なのでは、という議論があるぜ。天皇も国民だから国民の持ってる権利があるわずよね。そうだぜ。結論だけを言うと不当な扱いではないと考えられてるぜ。逆に天皇は民事、刑事ともに訴えられないぜ。国民にはない権利ね。それだけ天皇の地位は特殊ということだぜ。以上だぜ。じゃあ、ゆかり七条を頼むぜ。皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行く。この場合には、天上第一項の規定を順用する。うぷ主は摂政がまだ存在していることを知ってテンションが上がってたぜ。何情報よ。関白はなくなっていてがっかりしていたぜ。だから何情報よ。以上だぜ。解説になっていない。現在の憲法施行後に摂政になった人はいないぜ。ここは特に言うこともないし許してくれ。最後に8条だが、ここも特に言うことはないぜ。気になったら条文を見てください。これで第2章の解説は終わりだぜ。天皇というのは日本において重要な存在だぜ。国民に与える影響も大きいぜ。
だからその行動に制限が設けられているぜ。改正するとなったらこの制限がどう変わるかがポイントだと思うぜ。例えばこういうことよ。国民主権を変えられないなら総理大臣を目指すわ。そんなことになったら大変ね。というか、まだ諦めてなかったのね。まあ、そんなことにはならないだろうけどな。どう変わるのかは要チェックだぜ。ここからは米返し的なことをしていこうと思います。コメントしてくれてありがとうございます。マグナ・カルタについて。マグナ・カルタはイギリスの憲法の一部だぜ。ウプ主はイギリスの憲法のことだと思ってたみたいだぜ。ついでに権利の焦点イコールマグナ・カルタだとも思ってたみたいね。ありがとう、ウィキペディア。マグナ・カルタはイギリスの憲法だが、フランス革命にも影響を与えているぜ。憲法の歴史を知りたい方はぜひ調べてみてください。リヒテンシュタインについて。ウプ主がウィキペディアで調べた限りでは、王族が政治的権限を持っているようだぜ。日本とは違うのね。ただ、議員内閣制を採用しているようで、議員は選挙で選ぶようだから参政権はあるように思えるぜ。あとなぜか投票できるのは、国民ではなくリヒテンシュタイン市民だぜ。外国の憲法については詳しくないので間違ってたら許してください。日本の絶対王政期はない。ウプ主の歴史知識は幼稚園児レベルだぜ。これからも間違いがあったら教えてください。あと、ゆかりは王様的な役割だと思ってください。それでは、ご視聴ありがとうございました。